な曲ですよね。こんなことってあったんでしょうね、昔は。そりゃそうでしょうね、戦争があったし、音信不通っていうのはもうあり得ることだから、もう電話もないし、ね、それはなかなか、はあ、でもかわいそう。その二人のいきさつをよく知ってる親友に男性が話すところから始まります。この前あの人に会ったんだよ。昔とちっとも変わらなかった。もう何百曲と莫大な曲を作っていくと、このメロディーだけでも、もうショパンは音楽史上に残る作曲家になったでしょうね。そして、その男性が話した様子がこう伝わっています。左手がチェロで男性です。右手がバイオリンで、あるいはフルートで女性です。それとこの真ん中で伴奏が鳴ります。男性、何十年ぶりに会った彼女に何と声かけるんだろう。会えた感じでしょうか。幸せな頃を思うと
左手がこの動作を8回するんです。8回。そして女性はなんかこうすすり泣いてる感じ。最後まで聞いていただいてありがとうございました。今後もこのような動画をアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録といいねとコメントよろしくお願いいたします。バイ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 。